リュウさん、今お時間あります？もうじき俺の彼女の舞台があるんですけど、よかったら見に来ません？彼女が舞台に？ええ、そうなんです。絶対にキリュウさんも楽しめると思いますよ。ほう。場所はピンク通りになります。店の前で待ってますね。おお、あいつ、おい、そこのお前、何か文句あんだろうな。よう、ユウヤ。お前の彼女が舞台に出るんだって？そうなんですよ。来てもらえて嬉しいです。実はここで俺の女がこれから踊るんですよ。ミユって言うんですけどね。よかったら一緒にどうです？もちろんご招待です。ユウヤの女が出る舞台ってのはショーパブのことだったのか。たまにはいいかもな。でしょでしょ、人間息抜きも必要ですからね。ではご案内します。もう踊り始まってますよ。早く行きましょう、キリュウさん。今踊ってた彼女、ミユって言うんです。今度機会があったらゆっくり紹介しますよ。あれでなかなか人気なんですよ。ほう、そうなのか。俺も最初はただのファンだったんですけどね。まあ、いろいろあって。あ、もう次の子の始まります。今日が初舞台の新人らしいですね。続きまして、白鳥うららの登場です。皆様、舞台に上がりましたら温かい拍手でお迎えください。狙いは俺だな。
なんとか。お前は？うん、こっちは何だったの今の。何者だ。自分の胸に聞いてみるんだな。なんだお前は。うわっ、ミア、ユウヤ、親殺しが。ユウヤです。さっきの奴ら見つけました。本当か。場所はどこだ。公園前通りにある誤解所です。公園前通りの誤解所だな。分かった。ミユが、ミユが危ないんです。俺黙って見てるなんてできません。キルさん、俺に何かあったらあとお願いします。待て、俺が行くまで動くな。ダメです、もう時間が。俺行きます。おい、ユウヤ。くそ、このままだとユウヤたちが危ない。公園前通りの誤解所を急がねえと。遅かったじゃねえか、キリュウ。キリュウさん、こいつらチンピラ。キリュウよ、俺は今日目を疑ったよ。極道舐めてんのか、てめえは。堂島の親父が死んで、俺らは風間組に組み込まれた。極道の理想か知んねえが、甘っちょれえ組長よ。撃たれて当然の器だ。なら本人の前で嫌どうですか。こんなとこででけえ口叩かずな。てめえ、誰に口聞いてやがる。俺たちの親は堂島の親父だけだった。お前が殺したんだ。親父が先に待ってるぜ。キレえ。
これで終わりじゃねえぞ、キリュウ。親殺しの烙印はな、てめえがくたばるまで消えやしねえんだ。背負ってくさ。10年前にそう決めた。キリュウさん、巻き込んじまって悪かったな、ユウヤ。もう俺に近づかない方がいい。なんて言っていいか分かんないっすけど、キリュウさん、何でもかんでも背負い込んじまって俺には真似できないですよ。キリュウさん、何かお礼したいんですけど、今こんなものしか。バカ、お前そんなもん渡してどうすんだよ。だってちょっと下がら